株式会社道北アークスは、ウエスタン、スーパーアークス、スーパーチェーン富士、ダーマルシェなどの野望でスーパーマーケットを展開するアークスグループの企業。本社は、北海道旭川市流通団地一条一丁目33の一に所在する CGC グループの加盟企業である。本校では、全身企業である株式会社富士についても述べる。店舗は、 東北地域の上川総合振興局及び空地、総合振興局の中空地、北空地に展開している。2012年にアークスグループで同じ道北を営業基盤としていた株式会社富士と株式会社道北ラルーズが合併したことで誕生した。スーパーアークス、ダーマールシェ、富士から継承したウエスタン、ベストプライス、スーパーチェーン富士。 東北ラルズから継承したビッグハウスラルズマートの野号で営業している。1965年5月22日に資本金770万円で株式会社富士が設立され、1987年10月に株式会社旭川富士、1990年10月に株式会社関根を吸収合併した。1995年11月に株式を 伝統登録した。ウエスタン、ベストプライス、スーパーチェーン富士の野号でスーパーマーケットを展開した。アークスグループに入ってからは、スーパーアークスも展開した。2004年10月に、株式交換によって株式会社アークスの子会社となり、アークスグループ入りした。2007年12月には、ルモイ市に営業基盤を持つ、株式会社中央スーパーと、業務提携しており、 これは、東北アークスにも引き継がれている。中央スーパーは提携以前から CGC グループに加盟している。しかし2019年6月に提携を解消し、その後中央スーパーはコープ札幌と提携を結んでいる。2012年7月に富士を、存続会社として、東北ラルズと合併、株式会社東北アークスとなった。 東北ラルズが運営していたビッグハウスラルズマートはそのまま継承された。最新の店舗一覧については店舗一覧をご覧ください広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。